どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガーズでございます。はい、皆さんお知らせでございます。なんとですね、昨日かな、ガズレレ YouTube チャンネル登録者様が12万名様突破しました。12万名様ありがとうございます。今日はちょっと言いたいのはですね、2点ございまして、このねチャンネル登録者の方がね増えてくださるっていうのはめちゃいいことなんですよ。これはね、社会貢献だと私は勝手に思ってるんですけど、どういうことかっていうとですね、このウクレレでね、自分で皆さん音楽を始めたわけじゃないですか。これね、今まで音楽って聞くものだとか、私には無理だなと思ってた方きっと多いと思うんですけど、あれなんかガズレレでできちゃったぞという方やっぱ多いと思うんですよ。どうですか皆さん。はい。そしてですね、そしたらどうです？楽しくないですか？やっぱり。これ音楽ってね、あれできたできた楽しいって、自分が大好きな曲をさ、このまあたどたどしいかもしれないですけど、やっぱりこうねやってるとね、やっぱり楽しくてテンション上がってね、そうすると何が起こると思います？笑顔になったりするじゃないですか。うわ面白いな、笑顔になんないかもしれない、もしかしたら怖い顔してやってるかもしれないですけど、どっちにしろ夢中になってねやる時間が増えたりなんかするとですね、何が起こるか、これはですね、免疫力が上がるということでございます。これはな、私はですね、その皆さんご存知ない方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないんですけど、ね、12年ぐらい前にですね、急性骨髄性白血病という病気になっちゃってですね、骨髄移植させていただいて、まあこういうふうにやってるんですけど、その間ずっとね、僕ね、頭の中で音楽を奏でてたんですけど、なんかね、やっぱ音楽の力ってすごくそういうところもあるんですよね。つまりですね、このチャンネル登録者の方が増えたということは、それだけね、こうやっぱり笑顔とか楽しんでる方が増えるとですね、これも、免疫力が上がるってことはね、今話題のあれにならないように、こう自分のねこう体を守ることにもなるぞという、しかも面白くて楽しい、最高でございます。なんで、まあ、皆さん自分でねこう楽しいなと思ったら、まあ、いつもガズレレ YouTube で言ってることですけど、本当にねなんかそういうことにつながってると思うと、またなんかいいなというふうに思いますので、はい、ぜひ皆さん引き続きよろしくお願いします。あともう一個ですね、明日ですよ、いよいよ8月1日、おうちでガズレレ、はい、ガズレレのオンラインイベントでございます。もう8月1日のガズレレイベントでやる、課題曲決まってますからね。そのようなことちょっとこの間生配信したんで、ここにリンク貼っておきますけど、ちょっともう一回今一度ご確認ください。言えてないな、はい、ご確認いただいて、ガズレレ公式ホームページのトップページにリンクがあるんですけど、まあここにももう一回貼れたらリンク貼っとこうかな、はい、あ、概要欄にも貼っておきます。8月1日おうちでガズレレでもう盛り上がろう、もう夏ですからね、はい、どうやら梅雨は明けないのかな、もう明けると思ってたんですけど、関係ないです、関係ないです。やっぱり音楽やる、これしかも一人でやっても楽しいけど、このねオンラインでまたみんなでね、もう何百人という人数で、このオンラインでもねその熱気ってすごい伝わるんですよ。それをぜひ実感していただきたいと思います。そして明日はですね、いろんな発表も、その生中継の場で、面白い発表もありますんでね。あと明日はねガズのねリズムレッスンと、リズムレッスンが組み込まれてます、生配信。それがですね、結構もう ガズさんもですね、ちょっと練習しないとって感じなんですけど、まあ難しいというよりは、すごく面白い脳トレ要素がたっぷりの明日レッスンになると思います。これをやったらリズム感バーン上がりますからね。そんなようなこといろいろあります。あとお楽しみ抽選会もありますからね。お楽しみにしておいてください。そういうわけで今日は、2つのポイントでございました。ガズレレ YouTube チャンネル登録者様12万名様を超えてくださってありがたいということ、その分やっぱ笑顔が増えて免疫力をみんな上げてんだぞ、これが広がっていくのはやっぱり今はすごく、価値あることかなというふうに思いますんで、世の中をですねこうやっぱり、守っていく、強くする、そんな効果もあるんじゃないかなと勝手にですけどね、私の解釈ですからね、思っております。ということで、明日8月1日は待ちに待った、おうちでガズレレオンライン、ライブ配信イベントがあるよという最終確認でございました。はい、本当にねいつもガズレレ YouTube 見てくださって皆さんありがとうございます。まだまだどんどん広げていこうと思います。笑顔増やしですね。はい、また引き続きガズレレ YouTube よろしくお願いします。ガズレレドットコムホームページ見ていただくと、まあ、T シャツだとかキャップだとか、いつものストラップだとか、水引きだとか、リュックサックだとか、いろんなものね、ありますんで、アプリの情報だとか、ガズクラブというもう山盛りですよ。引き続きよろしくお願いします。もう本当に、さよなら、バイバーイ。